地域の水産資源について子どもたちに学んでもらおうと、明石市の海岸でヒラメの稚魚を放流する取り組みが行われました。稚魚の放流は水産資源の保護や豊かな海づくりを目指して、明石市漁業組合連合会と市が1967年から行っていて、去年はヒラメやマダイ、メバルなどの稚魚合わせておよそ9万4000匹を沿岸に放流しています。今日は子どもたちに魚への親しみや関心を持ってもらおうと、地元の幼稚園で出前授業が開かれました。授業でヒラメの生態について理解を深めた園児たちは、近くにある林崎海岸に移動。大きくなれと願いを込めて、ヒラメの稚魚を海に放流しました。ちょっと怖かったけど、触れた。おいしいお魚さんは好き。気持ちよかった。おいしくなって帰ってきてほしい。ヒラメの稚魚を放流させてもらって、漁獲量を少しでも増やすようにというところで取り組みさせていただいてます。海の栄養が減っていると、海がきれいになりすぎているという現状がありまして、栄養への添加だとか、海の海底コーンといって海を耕して、海の底に溜まっている栄養を掘り出すということをしていただいております。明石市は漁食の普及に向けて小学校で料理教室を開くなど、子どもたちに魚に興味を持ってもらう取り組みを続けていきたいとしています。